マカビは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は熱帯に生息し、体長3フィートに成長する、外岩鹿に属する大魚ボーンフィッシュのスペイン5名に、ちなんで命名された。ボーンフィッシュマカビは1944年5月1日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港した。9月19日に、 アーサー・エス・カーペンダー・プジンによって、命名、浸水し、1945年3月29日に、艦長アンソニー・エス・ドロップ・中佐の指揮下収益する。ミシガン湖での公の試み後、マカビは、イリノイ州、ロックポートで浮きドックに収められ、ミシシッピ川に向けて、シカゴ・運河を通過し、4月26日に、ニューオーリンズに到着した。その3日後、マカビは、 パナマ沖での成長に出航する。マカビは6月3日にパナマ運河地帯のバルボアを出航し、真珠湾で最後の訓練を行った。7月6日、マカビは最初の、そして唯一の紹介でトラック諸島方面に向かった。グアムアプラコーデの補給と整備を経てショークに向かう。7月21日にトラック沖の救助配備担当海域に到着。 およそ10日後に藻園島沖で航空攻撃を受け先行を強いられた。その後、マカビは一旦アプラ港に戻り8月4日から13日まで修理を行う。終戦時には修理を終えて再度トラックへ向かう途中であった。マカビは帰還命令を受けた。8月27日、マカビは42日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。 二日後の八月二十九日まで、新寿湾に停泊した後出港し、九月五日にサンフランシスコに到着した。十二月十二日にメアアイランド海軍造船所入りし、不活性化オーバーホールを行った後、1946年6月16日に退役した。1960年4月1日に、アメリカ海軍とアルゼンチン海軍はマカビ及びランプレイの二隻の 潜水艦を移籍させる協定に署名した。マカビは、相互防衛援助計画のもと1960年8月11日に、アルゼンチン海軍へ退応された。マカビは、サンティアゴデルエステロと改名され、ランプレイは、サンタフェと改名された。サンティアゴデルエステロの艦長は、フリオ A、アウレジであった。未積の潜水艦は1960年9月23日に、 サンフランシスコを出港し、11月30日にマルデル・プラタ海軍基地に到着した。その後、マカビはアメリカ海軍から除籍され、1971年9月1日にアルゼンチンに完全に売却された。1年後の1972年にはアルゼンチン海軍から除籍され、両艦修理のための予備部品として解体された。ありがとうございます。